うん、いるよ。魔女は、お兄ちゃんは信じるよ。悪かったぜ。別にマリアの夢にケチをつけたわけじゃねえんだ。謝るよ。ベアトリーチェはいるよな。今もこの島の森の中に住んでいて、夜な夜なこの屋敷で何をやってるのか覗き見しに来るんだろ。だから森には入っちゃいけない。夜はいつまでも暗い森を眺めていてはいけない。森の魔女ベアトリーチェに見つかってしまうかもしれないから。バサマがそう言ってたんだもんね。本当にパトラは信じる？ああ、信じるぜ。ケチをつけて悪かったよ。ほら、仲直りしようぜ。あら、皆様ここにいらっしゃられたんですか。てっきり海岸へ行かれたとばかり。シャノンか。いやさ、バトラはベアトリーチェの肖像画を初めて見るからさ、まあ見とれてたってわけだぜ。そうですね、見とれちゃいますね。ベアトリーチェ様って本当にお綺麗です。さぞや親方様を虜になさったろうと思います。パトロン説の他にも、おじい様の初恋の人だという説もあるんだ。どちらにせよ、彼女に出会ってから数十年を経ているだろうにもかかわらず、今なお心の中に大きく居座り続けているんだから、それは今なお虜にしているということなんだろうね。やれやれ、これじゃばあ様はさぞや嫉妬しただろうぜ。私はよく知らねえけど、やっぱりそういうのはあったらしいぜ。ばあ様は金髪の浮気相手がいると信じてたらしいな。はぁ、いい匂い。シャノンからいい匂い。お、申し訳ございません。熊沢さんからこれを皆さんにお届けするようにことづかりました。なんだろう。素敵だね、クッキーだ。クッキー食べたい。ふー、お召し上がりいただけますよ。でも、その…マリア、ここじゃなくてよそで食べようぜ。クッキーをお弁当にピクニックに行こう。ピクニック行こう、ピクニック行こう。クッキー食べれるなら行こう。そうだな、ちょっと表の空気を吸いに行くか。魔女様の御前でつまみ食いもねえもんだぜ。そうだ、もともと私たちは浜辺に行こうって言ってたんじゃねえか。行こうぜ行こうぜ。シャノンちゃん、申し訳ないんだけど、腰を下ろせる敷物と水筒にお茶を入れてきてもらうのをお願いしてもいいかな。はい、かしこまりました。いや、信じるぜ。その方が夢があるしな。黄金の魔女ベアトリーチェがじい様に10トンの黄金を授けた。それで、その黄金がどこかに眠っているかもしれない。しかもそいつを、じい様は怪しげな碑文に書き残し、見つけられるもんなら見つけてみろと俺たちを挑発してるってんじゃねえか。こういうロマンはあった方がいいってもんさ。200億円の黄金か。
私たち4人で山分けしたってとんでもない金額になるな。一人頭50億円か。すごいね。それだけあったらどんな事業でも起こせそうだよ。いや、そもそも働かずに生涯を優雅に過ごせるだろうね。おーおー、50億円よりクッキークッキーマリアには金よりクッキーだな。しかし50億円か、夢のある話さ。バカバカしい。まさかお前たちは親父殿の黄金伝説を本当に信じているのかね。魔女が黄金を与えた云々はさすがに信じねえさ。だが黄金の話だけは間違いじゃない。お父様が出自不明の金塊を持っていたことは複数の筋から確認されているわ。死んだマルソーの会長は生前お父様に某所で積み上げられた金塊を実際に見せられたという。お父様はそれを指して10トン分あるとはっきり明言したわ。老いぼれのザレ事じゃないか。親父殿と一緒に存在しない黄金の存在をでっち上げただけだ。取るにも足らない。存在せん黄金に安易な軍資金は集まらへんで。会長さんは生前その真摯なお人柄であれだけ大勢の財界人から尊敬を集めたお人や。詐欺の片棒なんか担がへん。兄貴、マルソーの会長は確かに見てんだ。10トンの黄金をはっきりとその目で。しかも親父はそのインゴットの一つを任意で抜き取らせ会長に持ち帰らせて鑑定させた。それは10キロのインゴットで、鑑定結果は純度49。インゴット表面には後宮家の家紋である片翼の和紙が刻印されていたという。後宮の黄金伝説は瞬く間に財界のフィクサーたちの間に広がったわ。鋳造元不明の黄金は換金率が悪い、ボロ儲けのチャンスだと思った彼らはそれを担保に認め、結果お父様は莫大な融資を受けることができた。バカバカしいにも程があるじゃないか。お前たちはいくつになるんだ。まだそんな子供の頃のおとぎ話を真に受けているのかね。第一、その10トンの黄金の証拠はどこにあるんだ。親父殿と信仰の深かったごく一部の人間のザレ事だけじゃないか。もちろん口伝だけさ。でもよ兄貴、親父が調達した莫大な金はそれに見合う担保が必要だった。仮に黄金がデマでもそれに匹敵する価値あるお宝を親父が見せたのは紛れもない事実じゃねえのかい。都市空間の親父殿が作った黄金幻想さ、ありもしない黄金をあるかに振る舞いスポンサーたちを騙したんだ。一世一代の大博打だったのだろう。運よくその資産の運用に成功できた。もし当時の外需拡大がなかったら後宮家の再興はならず、親父殿は世紀のペテン師として追われていただろう。じゃあクラウス兄さんは黄金など最初から存在せず、すべてお父さんのでっち上げだいうんか。もちろんさ。だから十分な成功を収めた後には黄金幻想など面倒なだけだった。だから親父殿は魔女だの黒魔術だのとわけのわからないことを後に言い出して信憑性を薄めたのさ。つまり黄金幻想がでっち上げであることを明かしたのだよ。魔女に黄金を授かったなどと言えばもはや誰も黄金の存在を信じたりはしまい、あるいはお前たちのために言い出したのかもしれないな。なのにありもしない黄金を遺産分配に含めて議論しようというバカな息子たちが現れる。ローザ、まさかお前までこんなでっち上げを信じてるって言うんじゃないだろうな。私はお父様が本当に黄金を持っていたかどうかを確かめることはできない。でもお父様の4人の子供の一人として正当な分を主張したいだけよ。ほう、ローザも言うようになったじゃないか。なるほど、お前たちはこう言いたいわけかね。私が黄金を独り占めしようとしていると。
兄さんが莫大な軍資金を調達したのは事実。それがお父様の個人資産の横領では断じてありえないというなら、つまりはそういうことよ。兄貴はすでに10トンの金塊を見つけてるんじゃないかって俺たちはそう見てるのさ。バカバカしい。そんなものは元より存在しない。じゃあ説明なさいよ。お父様の財産の横領、お父様の隠し黄金、そのどちらでもないなら、どうやってあれだけの軍資金を調達できたっていうの？私にも政界財界に友人が多くいてね、彼らから協力を得ただけに過ぎんよ。それについてお前たちに説明する義務はない。分かっているだろう。話せぬ方面の筋もある。兄貴がそうだと言い張るんならそれでいいさ。でもよ兄貴、親父は長くない。来年の今日まで生きてるなんて誰にも保証できねえんだぞ。親父が死ねばその時点で遺産相続だ。俺たちは全員の立場から中立な弁護士と会計士を立てて親父の財政状況を調査させるぞ。その時お父様の資産に兄さんが不当な干渉をしていることが発覚したなら、お分かりね。何の話だかさっぱり分からんね。妻でなくても憤慨したい気持ちだ。お父さんの黄金はもちろんお父さんの財産や。表に出せん金やっちゅうのも分かっと。しかし4人に公平な権利があるはずや。つまり兄貴が黄金を独り占めしていないかどうか、兄貴についても財務状況を調査させてもらうぜってことなのさ。いい機会じゃない。兄さんの言うところの友人知人にバックアップしてもらったというところを証明なさいよ。そうすれば兄さんは潔白、私たちはくだらない疑いを持ってしまったことを潔く謝れるわね。えローザ。そうね、クラウス兄さんこそ話をはぐらかしてるわ。やましいところがないというなら証明してくれればいいだけの話なのに、兄さんはまるで取り合おうとしてくれない。だがまあ兄貴の立場にも配慮するさ。親父の名代ということで俺たちより一つ多く責任を背負ってるところもあるだろ。今まで散々気楽に過ごしてきた俺たちがそれを察しないでブーブー言うのはこりゃフェアな話じゃないぜ。ほう、さっきから落とされたり持ち上げられたりと忙しい。本題に入りたまえ。つまりな、お父さんの財産をあれこれ調べて重箱の隅をつつくんはブスやないかって話なんや。クラウス兄さんの言う通り、うまく説明できん金の動きもあるやろ。そこを理解した上でわしらは兄さんに相談を持ってきたんや。お互いにとって悪うない相談や。相談？ほう。遺産分配時に今日まで親父の面倒を見てきてくれた兄貴のご苦労を最大限に汲み取り、分配に寛大な理解を示そうってことさ。間違えないでよ。別に私たちの権利を放棄するって言ってるわけじゃないのよ。ただその権利を主張する際に兄さんの立場に立った寛大な理解があってもいいんじゃないかしら、ということなのよ。つまり条件を飲んでくれたら、わしらは遺産分配時にお父さんの財務状況調査をクラス兄さんに一任してもいいっちゅうこっちゃ。ほう、信用ゼロの私に長兄としての信頼を返してくれるというのか。その見返りは何だね。同じ兄弟としての公平な権利さ。俺たちの兄貴は
親父の財産をかすめ取るような奴じゃない。だがしかし、兄貴に融資するパトロンも存在しない。となりゃ、つまりこういうことなら、兄弟は納得するわけさ。兄さんは、10トンの黄金を見つけ、それを担保に軍資金を作った。そう。お父様がかつてそうしたようにね。そういうことなら、お父さんの財務状況におかしな点は一切あらへん。クラス兄さんはずっとお父さんの世話してきた孝行息子や。備えなお人を信用せんわけにはいかへん。回りくどくてわかりづらいな。もっとはっきり具体的に言いたまえ。条件の一つ目。まず兄貴は、親父の黄金を見つけていたことを認めること。ありもしない黄金を私が持っていると認めろと。条件2、その黄金について兄弟の取り分を認め、これを支払うこと。バカな。ありもしない200億の黄金について一人頭50億、合計150億を支払えというのか。バカバカしい。最後まで聞きなあれ。備え大金出てくるのは分かっとる。でけへん取引はするつもりないで。もちろん黄金の取り分についてもクラウス兄さんの今日までのご苦労を十分にねぎらって換算するつもりや。条件3、黄金の分配は後宮本家当主跡継ぎの肩書きに 50%、 残りを兄弟の正当な取り分として分割。もちろんクラウス兄さんもこれには含めるわよ。200億のうち125億を兄貴に、25億をエヴァ姉さんに、25億を俺に、25億をローザに。ありがたくて涙が出る分配じゃないか。存在しない黄金のためにお前たちに75億支払えというのかね。何よ、兄さんの取り分は私たちの5倍じゃない。私なら踊り上がっちゃう好条件よ。条件の4、分配金は親父の死亡時に遺産分配に含めて精算する。ただし手付金として俺たちの取り分の 10% を即納してもらう。支払いは来年3月までだ。どやクラウス兄さん、お父さんの財産をめぐる信頼を回復する絶好のチャンスやないか。さすがに75億の大金はお父さんが亡くなったからやないと無理やろ。だが手付の7億半はなんとかできんこともないんとちゃうか。半年で7億ってのはちょいとしんどい話だが、政界財界に友人が多いってのが自慢の兄貴ならなんとかできるだろ。本当なら今すぐ75億を一括で払ってもらいたいところよ。でも兄さんの立場に配慮してとりあえず1割を納める誠意を見せてくれたら、残りの9割は遺産分配時に持ち越してくれていいってことなのね。1割程度の誠意なら兄さんにだって示せるんじゃない。親父殿の財政状況調査を私に一任する権利を7億5000万で売りつけようというのかね。上等じゃないか。お前たちも成長したものだ。この私に取引を持ちかけられるようになるとは。これらを兄さんが飲むなら私たち兄弟は